大谷ゆり子の一言言いたいこれねこの活動をやめないでほしいありがとうございますでそのまま皆さん拍手するとこですよここ <laughs> ありがとうございますですよねこのまま続けていただきたいということは僕は大谷さんに進言したいのは大谷さん 参議院選挙ぐらい出てくださいよ来年のこれちょっともう散々 <laughs> ね皆さん散々まあここだけの話ですけどねもう疲れたとかまあその本当大変なんやでってねもう、まあ、それ僕横で見てて分かりますだけどこの片足突っ込んだ活動動きをやめないでほしいですけどそのそこについてはっきり僕はね大谷さんに答えてもらいたい,いや私はもう本気で、まあ、私もさもう58やからまあ言うても 人生120年言うてももうもう活動できるのでやっぱり20年か30年だかその中でやっぱり人間って最後何やらなあかんかってやっぱりこの国元気にすることこの国をやっぱり幸せな国にすることっていうのは私の場合残された使命かなと思ってるんですけどもでもこれって一人ではでではきないですだからまあね今日集まってもらった皆さんよかったら本当に 私に力を貸してほしいんですそう本当ですねそうですじゃあ形突っ込んだのをやめないですね <laughs> はいあのやめません、ですから力を発揮してください、はい、さ大谷さんからねその言葉をいただいたんで今日、僕はね皆さんにあのお願いしたいことがありますもう一枚の支援隊,を隊員を募集しますってくだらない <laughs> ちょっと感じの <laughs> ペーパーがあると思うんですけどもあのこれはここにちょっと書いてあるこれをね僕らあの、仲間と一緒に大谷さんの、まあ、こう周りに人たちと一緒にこれを作ろうって話に、まあ、ちょっと出てるんですね。 でせっかくいろんな遠方からも来ていただいた皆さんにこれをねあの皆さんに問うてみたいなと思いましてね、えー、このアイディアとしてお出ししたいんですねでこれどういうことかというと支援塾というのは志と縁を結ぶということとね、えー、やられてきた。 お仕事なんですけどもこれ志を燃やすっていうね支援隊というのを作ったらどうかとで、えー、僕らの仲間内で大谷さんの周りにいる、ね、仲間内でこれ話しているのは、まあ、その大谷さんが普段おっしゃっている、えー、大谷いる子と一緒に人,の人々の心に志に火をつけることでこれ大谷さんが言っている言葉の力が人を変える世の中を変えるもっと良くなる。 でこの言葉の力を信じて自分の環境を変えたいとか人生自分の人生を変えたいとかもっと社会で活躍したいってい人が集まってくれればいいかなとでこ,ここでですね大谷る子,子さんと一緒にと共に学んでねいろんな共通意識を持とうとこれをねあのぜひ大谷さんに、ね、ライフワークとしてその、まあ、プロ養成の、ね、プロ講師の要請ではないんだけれども、まあ、そういう活動を通して 大谷さんのファンクラブを僕作りたいなって、僕らの仲間内で話しました。それがこの支援隊なんです。で、これはね、僕らにとっては大谷さんの支援でもあるんです。そして、大谷さんから見れば、我々に対する支援でもあ,あ,あってほしいということで、えー、まあ、あの主な活動内容としては、あの、まあ、支援塾ではここにありますけども、プロ講師を養成することを目的にやってきてますが、まあ、これは引き続き、まあ事業としてやっていただきたいなと。 だけどこの支援隊こっちの支援隊の方は言葉の力によって私たちの環境や社会をより良くするための集いをつく全国で作っていきたいなとこれは大谷さんにライフワークとしてぜひ活動していただけないかってお願いなんです。はい私たちはもうこれを大,大事にしてます。食べたもので体が作られる聞いた言葉で心が作られるそして自分で話した言葉で未来が作られる一緒に言葉で未来を作る人 人人の心に火をつける人を作っていいきたいなだから私がじゃあ皆さんに何ができるかって言ったらさっきのスパークリングでなくスパーリング一緒にするとかもうそれはだから私のライフワークとしてその講師を育てるんじゃなくって言葉で火をつける人を一緒に育てるっていうこととそれから一緒に言葉磨きをしていく一緒に世の中勉強していく そんな仲間が一人でも二人でも今日から増えたら私は嬉しいしそれをなんかしないと私死にきれません具体的に今あの私たちの中でえ話をが出ているのは活動としてあの大谷ゆり子さんの「言葉の力勉強会」。 みたいな形でね、えー、これは大谷さんと直接ねあのリモートだったり直接大谷さんに行っていただいたりできればね、えー、そういうまあまああちょっとした意見交換の場をまあ少人数でもいいのでつ。ねこう いいいっぱいやってっぱやてたらどううかなというふうに思ってますでまあその時々でいろんなテーマを決めてこの言葉の力っていうものを、まあ、スキルも含めて大谷さんにねいろんな方に知っていただこうという活動を通していったらどうかなというふうに思うんですねだからブレインストーミングブレストって言いますけどもね、はい、そういう場も作って車座集会のようなものをアナログとデジタル両方で ええー、まあボランティアみたいな形でちょっと大谷さんにはお願いすることになると思うんですが、もあのどこでも行きますよ車く車座でもどこでもあの、うん、もう山奥から離島から全部い行きますもうもうそう決めたんで、はい、とにかく日本全国隅々まで、うん、一応私全このために全世占いっていうのを見てもらいました私の前世は何ですかって言ったらはい私の前世はお坊さんで。 なんか日本全国説法して回ってる途中で死んだらしいです <laughs> あの人間っていうのは自分がやり残したことを思って生まれ変わってるっていうのがなんか前世占いらしくって私はなんかそのそこでなんか野垂ののれ死んだらしいんですけれども私の人生はなんかずっと。 歩き回っとったら死んで、<laughs> まあええかと、これからずっと歩き回ろうと思うんで、<laughs> あ、それはちょうどいいよかったですね。はい、うん。で、まあ、あの、ここに参加される方に、まあ、おのお願いしたいのは、そういう、あの、大谷百合子さんとのやり取りとか、そういうことをね、みんなに教えてあげて、そこに参加していただくっていうようなね、お声掛けをいただいたり、SNS でそういうものを発信していただく回数をね、ちょっと増やしていただければなという程度の活動でございます。はい。で、皆さん気をつけてください。あの。 選挙違反とかになったらいけないんで結構ね公職選挙法ってね面倒くさい例えば皆さんが「あいや応援してあげる!」って言って電子メールとかで「大谷さん選挙に出るかもしれへんけど1票入れてあげて」って言ったらもこれはアウトです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 もうね1<ー>あの一票入れてって別に公示品も好きでないのに入れたらあかんしだから選挙に出るらしいでとかねそういうのも もうび微妙にグレーゾーンなですでも皆さんにやってもらいたいのは何か youtube を広げてほしいおです大谷さんの youtube おもろいででねそれはね何でもいいと思うんですあの逆に私 男の女のっていうのもやってるし河辺さんとの対談っていうのもやってるし玉木雄一郎さんとの対談っていうのもやってるし伊藤孝恵さんの対談なめっちゃ面白いです、うん、彼女がなんで政治家になったかって言ったら彼女は産後鬱やったんです産後鬱の時にもう何か辛くて死にたくてって言って YouTube をあのフェイスブックを見てたらフェイスブックに公募のページが出てきたらしいんです政治家の。でそれをプチッと押したのが めちゃくちゃやばそ,そうそうそうそんな話もあったりとかってそれからねさっき言ったみたいに石田和也さんとのアイスランドの話をアップしてたりとかって、まあ、いろんな多方面それこそコーチングとは何かとかねいろんなことをやってるんでそんな,可能なんかの自分が面白そうやなと思ったものをなんかこう広めてもらったらすごく嬉しいかなと大谷さんの YouTube おもろいで大谷さんみたいな人おんねんで、うん、みたいなんからね ね、あの気楽に入っってもらったらたいいかなとだからあの結構なんか選挙とかって言うと、うん、やっぱり非常に公職選挙法とかも面倒くさいんで、うん、こっちから逆に「今回こんなんして」とか「こんな噂流してくれてもいいよ」とかっていうのは、ねうん、出していきたいなと思って、うんはい、でまあ参加資格としては18歳以上の人なら誰でも参加できますだからそうこれもね気ば付け英んでも15歳の子が 選挙に行こうなんてやったら、これも公職選挙法でアウトです。だから18歳だから私の知ってる政治家の方があの人手が足りひんでなんか15歳のなんか中学生かなんからボランティアで来るっていうのに選挙票書き書手伝いをさせたら公職選挙法にかかった。捕まって、うん、俺ちょっとしばらくこうあの捕まって警察署に取っ,ったん <laughs> 人もいますからね。これキツいですけど。<laughs> まあこれあのまあ書いてありますけど参加費は無料です、各自手弁当でまあ近所の人とかお友達とか集めていただければ変な話、これありますけどこれはあのあの単純ななんの,のためっいうことじゃなくてまあ自分の人生を変えたいとかね悩んでいらっしゃる方はまあ大谷ゆり子さんに直接お話をできる機会でねなんかこう元気になってもらったりそしてまあなんか解決方法のヒントを得てもらったりとかまあその程度の感じでいいと思うんですね。 で、えー、参加方法はフェイスブック上にですね支援隊のグループホームページっていうのを作りますので事務局の方ですね、まあ、そこに登録していただければ、まあ、それでメンバーさんという形にしたいというふうに話していますだから、まあ、ここでですね5番目大谷さん、はい、えっとこれまあファンクラブ大谷ゆり子さんのファンクラブというような位置づけなんですねなので、えーまあえー、支援隊の隊員と隊長を募集します。 で隊員というのはもうこのフェイスブックに登録していただく人は全員です、でこれでみんなで共有しましょうよっていうか、まあ、ちょっとそんなノリですねで、隊長さんがじゃあ何をするかというと人に声かけて2人でも3人でもいいです、そういう取りまとめをしていただくような方で例えば、もっと言うとあのこの例えばなんとかし。 大大だったら大垣市じゃあ私あのいろんな人声かけてみたいわとかそんな事務局的な動きもしてもいいわよっていう方がいらっしゃればあのこの隊長さんになっていただければありがたいいなととうことですね何よりもなんか楽しく巻き込まれてほしいなな,なんかなんか俺もやってみようかな私もやってみようかななんかもうちょっと世の中とつなが深くつながってみようかなと思ってほしいな。はい <laughs> そうで、ね、で、す、え、ね、ー。ここでちょっと皆さん挙手をお願いします。えー、私、隊員になりたいなってもいいわよって人手を挙げてみてください。ありがとうございます。あますじゃあぜひ、ね、登録していただければじゃあ,あの、よっしゃ、隊長をやってみたいという人手を挙げてみてください。お いじゃあその方には直接後ほどですねえあのいろいろご相談させていただきますのであのあの帰り際にですねあの受付のところで体調になってもいいよっていうね、まあ、言っていただいてもいいしあのそこのアンケートにまずあのチェック入れていただいて皆さんあの帰りにあのお出しいただければ後ほどご連絡取れると思いますのでそんな形でえ皆さんお願いしたいと思いますがえじゃあ最後に大谷さんからね、えー お話をとと思うんですけど、はい、その前ちょっと質問とかあればはいなんか質問とかありますかなんかこんな聞いときたいとかなんかここで騙されてんちゃうかとかなんか疑問は解決しといたほうがいいなんかブラック企業で働かされんじゃねえかみたいなそうそう証人 A さん <laughs>、はい、あのもう大丈夫ですねいやもう,証人,もう証人 A さん大変でしたこれぶっちゃけちょっとだけ話するとねもうとにかくね1日、えー、と2000件ぐらい電話 かけたりとかですねでさっき軽くこうほらポスター貼り何箇所っておっしゃってたけどね田舎だから住所がないんですよ。分かんないんです住所書いてあるけどデタらめっていうかいないんですどこが分かんないでたまにあるとですね田んぼの真ん中にあったりとか,あのなんか樹木で隠れてたりとかもう、まあ、それは大変でしたよ本当にだからボランティアで出られた方は、まあ、大体その辺皆さん経験されてますよね。 でももうそんな苦労も、まあ、振り返ってみればいい思い出というかいい,いやあんまりいい思い出はないですけど、ね、そうい選挙に出たから分かることっていっぱいあって、まあ、私らはねもう本当に新人やったんですけど、まあ、岐阜四区っていうところはその今井正人さんっていう立憲の方と自民党の方とが国会議員の2人の対決だったんです。うん これすごいですよ。その、ね、今井雅人さんがね、三ポイントぐらいリードしてたんです。で、それが新聞に載ったんです。今井雅人三ポイントリードみたいなね。そこからがすごい、やっぱりこれがやっぱり。政治っていうものか、選挙っていうものかと思ったのは。